はようございます。今このシオラパルグリーンランドのシオラパルクはですね、午前8時過ぎです。北極で取材を続けています、テレビ朝日の松本拓也です。よろしくお願いします。今気温が2度ぐらいですね。今日はちょっとあいにく天気がかなり悪いです。私たちがこのシオラパルクに着いてからはずっと天気のいい日が続いてたんですけど、昨日今日とですね、ちょっと強めの雨が、あちらの奥に見えるのが、このシオラパルクにある砂浜ですね。天候が悪いので今はボートを浜辺に引き上げてしまっていますが、普段はあのボートが海に浮かんでて、いつでも漁に出られるようになっています。で、あの砂浜がこのショーラパルクの一つの大きな特徴で、ショーラパルクっていうのはグリーンランド語で砂浜という意味だそうです。あの砂浜からこのショーラパルクという集落の名前が来ています。で、犬の姿もちょっと見えますかね。たくさんの犬が、まだちょっと朝早いんで寝てるのかな。一匹ちょっと元気に動いてますけどね。あれはみんな犬ぞり用の犬で、基本夏はあまりやることはないそうなんですが、冬になると犬ぞりを引っ張って、村の人たちと一緒に漁に出かけたりとか活躍をするそうです。シオラパルクはだいたい人口が40人ぐらいなんで、もう完全に犬の方が数は多いですね。天候がちょっと悪いのが残念なんですけど、北極からの映像を楽しんでいただければと思います。早速質問ありがとうございます。気候は過ごしやすいですか、質問なんです。天気が悪くなければだいたいこの夏の時期はですね、このシオラパルク気温が6度から8度ぐらいになります。で、白夜なので1日中日が出ているので、太陽がちゃんと出ていれば体感温度的には10度以上ある感じですね。なのでとても過ごしやすいです。ただこの天気が悪いとものすごい寒いですね。やっぱり
現地の方はどのくらいの頻度でアッパリアスアザラシを食べるんでしょうかということなんですが、アッパリアスはですね、週に1回か2回取りに行っていますね。で、取りに行って取れた日は食べるので、まあ週に2日3日は食べてるんじゃないですか。で、アザラシも取れればしばらくアザラシを食べるといった感じなので、これも週に2、3日ぐらいですかね。ちなみに、私たちは昨日、一昨日とアザラシを食べてます。4日前とか5日前もアザラシだった気がするんで、今週は4回ぐらいは食べてますね。白夜の感覚はですね、初めのうちはずっと明るいのになかなか慣れなかったんですけど、慣れてくるとですね、便利だなっていう感じですね。テレビ的な話をすると、夜でも明るい映像が撮れるので、何時でも働けて便利だなというのと、あと洗濯物がいつ回しても乾くので、そこは便利だなと思っています。ただやっぱりずっと太陽が出てるんで、体力は結構持っていかれますね。なんで結構寝るときにはもうクタクタで、眩しいからあんま寝られないなっていうのは今のところあまり感じてません。
いや、ちょっと家の中の説明でも。私たちが今ホームステイさせていただいてるお家です。まだちょっと朝早いんでみんなちょっと寝てるかなというところではあるんですが、入ってですね、ちょっとすぐここで靴を脱ぐことになってます。あんまり厳格ではないですが、このグリーンランドでも靴を脱ぐ文化があるそうです。閉めて、でここがですね、我々が生活をしている、生活をしている寝室ですね。元は子供部屋だそうで、これカリーンってここの家主のお孫さんの名前なんですけど、その子が使ってた部屋なんだと思います。ちょっとよくわからない、多分動物の何がしかの乾かしたものなんかも飾ってあります。よいしょ。ちょっとリビングの方行くと、あ、もうちょっと見せますか。こっち側がですね、広いんじゃないかなと思います。でそこが台所で、冷蔵庫があってテーブルがある、あのテーブルでいつも食事をしています。で、あっちはちょっと今家主のヌカピワン、ヌカピヤングアがまだ寝てますね。グリーンランドでもアナ雪が人気なんですね。結構なお宅で見かけます。リビングから見える景色はこんな感じですね。ここからみんな外を見て海の状態を見ています。波がいいとじゃあ漁に出かけようか、で波が悪いともう家でできる作業をやったりしてますね。だよっぽ、うんうん、いやーだよっぽ、なんだよ、カモン、うん、あんま売っちゃう、なまっと売っちゃう、なまっと、うん、あーいい、あっち、おかっぽ、あんまか、ヌカピヤングアが起きましたね。クモーンっていうのがあのグリーンランド語でおはようございますっていう意味です。で今起きてヒダーヨッポって言ってたんですけど、
ひだわよっぽっていうのが天気が悪いねっていう意味ですね。で、まあでもうちあごなまとって言ったんで、このうちあごっていうのがあのこのあと、このあとって意味なんで、このあとは良くなるかもしれないって今言ってました。バスルームも紹介するか、はい、一応軽くですけども、バスルームはこんな感じです。シャワールームにはちょっと服がかかっちゃって、シャワーを浴びれるような状況ではないです。で、やっぱりその水道は通ってないので、水が結構貴重で、あんまり現地の人は毎日シャワーを浴びたりっていうことはないですね。洗面器に水が溜まってるのは、そこで手を洗ったりするために水が溜まってます。じゃあちょっと出ますか。なんで北極の言葉喋れるのという質問をいただいたんですけど、これはですね、北極に来てから勉強しました。なんでここ到着してからだいたい1ヶ月ぐらいなんですけど、その間に勉強しましたね。基本的にはその現地の人に、なんか物を指差しながらこれは何なのかを聞いて、それをグリーンランド語で教えてもらうといった感じです。ひだあよ、そうです、ね、天気が悪いのはひだあよっぽ。ひだっていうのが外とか天気といった意味なんですけど、ひだあよっぽで天気が悪い、ひだあよっぽあひょっほわっていうと天気がめちゃくちゃ悪いみたいな意味です。あひょっほわっていうのは多分なんかその、何ですかね、めっちゃたくさんとか、そんな意味ですね。あ、まあ英語で言うとベリーみたいな多分意味なんだと思います。北極行く前にですね、言語研修みたいなのはなくてですね、というのも私も行く前に少しは勉強しようかなと思ったんですけど、いかんせんその教材がそもそもなくてですね、なんでまあ北極関連の本をちょっと読んだりして挨拶とかぐらいだけ覚えてました。なので基本的には全部現地ついてから学びましたね。
犬は何してるんですね。犬はですね、基本的に夏はあんまりやることがないと言ったらあれなんですけど、基本的には待機してる感じですね。夏の間はお休み、長期休暇といった感じでしょうか。ちょっとかわいい犬の映像だけ紹介します。その前に1個、北極に昆虫はいますかという質問が、昆虫、そうですね、虫はいますね。特に水辺はですね、蚊が結構いたりします。あとはまあハエですね。ハエと蚊はやっぱりかなり見かけます。ただそのいわゆるバッタとかカマキリとか、そういったいわゆる昆虫のはやっぱりいないですね。クモも見かけてないですね。一回も見かけることがあるのは、ハエとカと、あとまあちっちゃなチョウチョとちっちゃなガぐらいは見かけたことがあります。見つけられてないだけかもしれないんですけど、今のところ見かけてないですね。この犬は今何をかじってるんですか。結構遠くからだとよくわかんないんですけど、基本的にアザラシとかですね、人間が食べられない部分は犬の餌になるので、多分あれも何らかの動物の一部なんじゃないかなと思います。近くで見てみる。アザラシの一部なんじゃないかなと思いますね。そうですね、犬はものすごい数いるんですけど、猫はですね、この北極に来てから一回も見かけていません。グリーンランドに入ってからは一回も見てないですね。途中グリーンランドに来るまでにデンマークを経由したんですけど、デンマークまではですね猫が
道にいたりしたんですが、やっぱりこのグリーンランド入って、まあ、特に北の方に来てからは一切見かけてないですね。鳥みたいな声全部犬ですか？そうですね、今は犬の鳴き声以外声はしてないので、この高い声は全部犬の鳴き声です。すごい時はですね、みんなで遠吠えをしたりするので、ものすごい大きな音がして、朝目覚める時もあります。僕は小学2年生ですが、いくつになったら北極に行けますか？いくつになったら北極に行けますか？そうですね、私の知り合いの話だと、高校生の頃に一人でこの北極の最北の集落シオラパルクに2ヶ月ぐらい来たっていう人がいたので、小学2年生だと一人ではなかなか厳しいかなと思うんですが、この村にはですね、日本人の大島育夫さんという方が50年以上住まれてまして、その高校生がですね、この集落を訪れた時はこの大島さんが面倒を見たそうなんです。でもぜひ来てもらいたいですね。このシオラパルクまで来ようとすると、日本からだと1週間ぐらいはかかってしまうかもしれないんですが、飛行機と、まあ、ヘリコプターかボートですね、を乗りつけばこのシオラパルクまでは来ることができるので、ぜひ来てみてもらいたいですね。
住民の方もすごい優しいんで、もう少し大きくなって一人で行こうと思ったら、一人で行こうと思っても全然来れると思います。このホームステイの家主のムカッピヤングアさんもめちゃくちゃいい人です。主食は主に何ですか？主食はですね、主にその日取ったものですね。あのパンとかいわゆるご飯もこの集落に唯一あるスーパーに売ってるので食べはするんですけど、やっぱりメインはですね、その日取れたもの、最近取ったものですね。なのでこの夏の時期はですね、北極イワナ、ブリノの中でイカルーって言うんですけど、北極イワナかアザラシか一角クジラか、ウーロってムール貝ですか、ムール貝、それかまあアッパリアス、そうですね、みたいな感じですね。基本的に僕たちもここに来てからはそれのローテーションで生活しています。天気はですね、まあ、さっきよりはちょっと明るくなったかなという気もするんですが、まだ雨が降ってます。最近はですね、ずっと天気が良かったんですけども、あいにく昨日今日とですね、ちょっと天気が悪いです。ただでも雨がほとんど上がってきましたね。もうちょっとあと内顎、木田の山と内顎、木田山と山か、やっぱりそのこの後天気が良くなるかもしれないということなんで期待したいと思います。よっこう、身だった。生ぎっちょ。外雨弱いから一瞬出れるかな。ですね、ちょっと見えるかな、さっきからちょくちょく映ってたちっちゃな木の箱みたいなのがあると思うんですけど、あそこにこの犬ぞり用の犬のですね、赤ちゃんがいます。先に向かってやるのと話したら分かったかな。あんまり邪魔はしないようにちょっとだけ覗かせていただければなと。見えますかね。寒いんでちょっとだけお邪魔します。1,2,3,4,5,6奥にもいるんで。
6匹ですかね、全部で。普段のお天気とかどうでしょうか。普段はですね、基本的には晴れてますね。私たちがいる間は基本的に天気はいいです。で、気温がだいたい、まあ暖かい時だと8度ぐらいまで行くので、日が出ていればものすごく過ごしやすいですね。で、このシオラパルクはですね、この私たちが一個前にいたカナックよりだいぶ湿気が多いというか、乾燥をあまりしてないので過ごしやすいです。逆にカナックという場所はですね、ものすごく乾燥していて砂ぼこりがすごいので、ちょっとそこら辺は不便だなと思うところもありました。現地のごちそうはどういったものでしょうか。ごちそうはですね、ごちそうは何でしょう。現地のごちそうはですね、ごちそうと言っていいのかちょっと分かんないんですけど、このキビアクっていう、まあ、アッパリアスをですね、そのアザラシの、まあ、内臓とかを取り出したアザラシの皮にですね、アッパリアスをたくさん詰めて、そのまあ、3ヶ月以上ぐらい発酵させた食べ物があるんですけど、それはですね、やっぱり結構特別な時にしか食べません。私たちもちょっとしたそのなんかパーティーとかの時に出てきたのを唯一食べたぐらいですね。あのドリアンをもっと強烈にしたような匂いがします。味はですね、アッパリアスなんで、その美味しいと言っていいですか、美味しいんですけど、やっぱ匂いはなかなか強烈です、ね、で、あの奥見えますかね、かなりその急斜面な地形に囲まれてるんですけど、まあ、これあの氷河がですね、本当に昔はここら辺まであって、で氷河によって削り取られてできた地形なんですけど、地形の一部がこう白くなってるのがわかるかなと思います。あれはですね、2016年にこの辺りでちょっと記録的な豪雨がありまして、地滑りが起きた後になります。この地滑りのメカニズムを日本の研究者がこのシオラパルクまで来て研究をしています。今後もですね、この気候変動とかでこの豪雨がですね、来る確率が高くなると、またこういった地滑りも北極のあちこちで起きるんじゃないかという話です。
際にグリーンランドに行ってみて温暖化を感じることはありましたか？そうですね、これまで取材した中で言うと、やっぱりその氷河の末端、いわゆる今一番まさに溶け続けている部分を見た時っていうのが一番このまあ地球に変化が起きてるんだなというのは感じました。あとはですね、この、まあ、あっちの方でですね、ウイロっていうムール貝が取れる岩場があるんですけど、本当にこの20年ぐらい前まではもう見つけられて 2,3 個ぐらいしかいなかったんです。これがこの温暖化でですね、海水温がかなり上昇して、この辺りでももう本当に足の踏み場もないぐらいに繁殖するようになったそうです。そして昨日はですね、永久凍土が融解して、地盤沈下が進んでいる場所も取材させていただきました。もうそこもですね、もう目に見えてもうその辺りだけくぼんでへこんでしまって、温暖化の影響でこうどんどん暖かくなればさらに地面が沈んでいくという話だったので、そこでもやっぱり温暖化の影響はあるんだなというのは感じました。やっぱり天気が悪いとかなり寒いですね。手先とかはかなり冷えてきます。雨もだいぶ弱くなってきたんで、この後もうちょっと天気が良くなってくるといいなと思ってます。日本めちゃくちゃ暑いから不思議です。今日本はどれぐらいの温度なんでしょうか。ちょっと把握できてないんですけど、東京で30度ぐらいです。すごいです。ちなみに犬はですね、グリーンランド語でケンマクと言います。子犬がケンマガーホです。で多分食べてるのがあれアザラシなんですけど、アザラシはフーヒー、フーヒーがワモンアザラシというので、オッホがアゴヒゲアザラシです。
と紹介できるものがあるでしょうか。北極で有名な日本人は、北極に来てから有名な日本人、そうですね、このやっぱシオラパルクに住んでらっしゃる大島さん、大島育夫さんはものすごい有名で、我々がそのヤパニーズだと言うと、大体イクオさんを、イクオイクオって言われるんですけど、それ以外でですね、日本の有名人の名前を聞いたことはないですね。子供たちが聴いてる音楽とかの中には K-POP は BTS とかブラックピンクみたいな名前は出てきます。ただ J-POP 何か知ってるかというと、まだあまり知名度はないみたいでした。ただ一回ですね、このラジオの有線で日本の音楽が流れてたことがありました。誰がリクエストしたのかちょっと分かんないんですけど、北極に来てから日本を感じたのはそれぐらいですね。寝れる？屋根まで。現地調査に行って辛いことってありましたかということなんですけど、現地、そうですね、生活面で言うとご飯は美味しいんでいいんですけど、やっぱ水回りですかね。特にやっぱトイレはその汲み取り式っていうか、そのまあゴミ袋をですねトイレに設置して、その中に用を足して、ある程度溜まったらそれを封してゴミに出すっていうのがこの北極のスタイルなんですけど、やっぱりなかなかそれは慣れませんね。体力的な面で言うと、基本的にどんな取材もですね、まあ歩きが移動手段になるんですけど、一番多い時で1日で30キロとか歩いたり、まあ平均でも1日10キロ以上はいろいろ機材を持って歩くので、それはかなりしんどいですね。どうでしょう。どんな温暖化の調査を行っているのですか。日本の研究者がですね、このいわゆる北極の地でやってる
温暖化の調査というのはいろいろあるんですけども、これまでのところで言うと、まあ、氷河の融解ですね。この温暖化の影響で、いわゆる氷河がどれぐらい溶けているのか、毎年どれぐらいの量雪が降って氷が増えて、でどれぐらいの量夏氷が溶けて、その差し引きでその氷河の全体の量っていうのは決まるんですけど、その量がどうなってるのかっていうのを調査してる班だったり、また氷河のその表面ですね、表面が、まあ、だんだん黒く汚れてきているんですけど、まあ、その原因が何なのかっていうのを調べたり、まあ、これが今後どのように広がっていくのか、でまたその黒い汚れがですね、まあ、氷が、まあ、黒いとですね、やっぱ光を吸収して氷がよく溶けるんですけど、それがどれぐらいその氷が溶けるのに影響しているのかっていうのを調べるチームもあります。そしてですね、まあ、このまだ多分今日か明日ぐらいに到着する日本のチームはですね、まあ、いわゆるこの海の生態系、まあ、海水温の上昇だったり、まあ、その氷河がどんどん溶けてくることによって、まあ、その海の水と混ざってっていうのもあって、その海洋生態系が変わってきているそうです。なのでその海洋系の生態系、海洋生態系がですね、この温暖化の影響でどのように変わっていっているのかっていうのを調査するチームが今日明日到着します。まあ、他にもですね、まあ、温暖化と直接関係はないんですけど、まあ、この北極やっぱりゴミの問題っていうのがありまして、なかなかその日本みたいに焼却施設とかがあったり、まあ、ゴミの分別がちゃんと進んでるというわけじゃないので、基本的には集めて、まあ、一箇所に置くみたいな形になるんですよ。で、まあ、たまにその、まあ、雪解け水とかがあって、そのゴミがですね、まあ、ゴミというか汚染された水が海に流れて、まあ、海が汚れてしまっているみたいな話もあるので、その点に関しても日本の研究者が来て調査をするそうです。そうですね、トイレはかなり独特ですね。汚い話をすると、自分以外の人たち、人が用を足したのも見ることになるんで、だいぶもう慣れましたが、慣れない人はなかなかそこは抵抗があるかもしれません。まあ、でも水道が通ってないので仕方ないです。まあ、水道を通したとして、それをどこに持っていくかっていう処理施設もないので、やっぱりそのまとめて捨てるしかないのかなっていう気がします。寒いですね。一軒ナットです。一軒ナット。寒いっていう意味になります。これで冷たいっていうのはミッダット、ミッダット。ありますかね、その手帳は。この手帳はですね、覚えたグリーンランドを殴り書きしてる手帳に
あんまこう寒い中毎回書いてるんで、なんか分かりますかね、この 走るのはアッパギット、歩くのがピヨッとみたいな、こんな感じで覚えてます。あともう地元の人に書いてもらったりとかもあるので、なかなかですね。いやー、いけないと、でも雨は降ってるんですけど、風はそんなに強くないんで、海はそんなに荒れてはないですね。それ海が荒れてないことは、今マニヒョって言います。今が海って意味で、マニヒョがですね、まあ、平ら、底面みたいな意味になります。なんで今マニヒョで海がないで、海が穏やかだねっていう意味ですね。でこのグリーンランドがちょっと面白いんですけど、あの言葉の後ろにギッチョっていうのをつけると、基本はなんか反対の意味になります。なんで今マニヒョだと海があの穏やかだねなんですけど、今マニンギッチョっていうと海がこうやって荒れてるねみたいな意味になります。なんで一見ナットが寒いんですけど、一見のギッチョっていうと寒くないっていう意味になります。あれはあのデンマークの研究者の方ですね。この、シオラパルクには確か鳥の研究をしに来てます。バッテリー的にそろそろでしょうか。私たちはですね、今日、まあ、ヘリがちょっと飛ぶかわからないんですけど、この天気でヘリコプターかボートであのカナックの方に戻る予定です。またカナックでも、こういった形で皆さんに北極の景色情報をお伝えできればなと思っています。引き続きよろしくお願いします。